スイツルミは、日本の元フィギュアスケート選手。2007年、第76回全日本ジュニア選手権優勝。イギリスのロンドンで生まれる。瀬田ガヤ立鶴巻中学校、駒場学園高等学校、中京大学卒。趣味は、ショッピング、ダンス。村隆人とは幼馴染みで、松戸に住んでいた頃は保育園の同級生だった。 スケートを始めたのも無料の母親に誘われたのがきっかけだという。中学時代に習得した3回転トーループのコンビネーションジャンプを得意とする一方、ルッツとフリップは苦手。3歳の頃、村隆の下でスケートを始める。2006から2007シーズン、ISU ジュニアグランプリで2戦続けて表彰台に立ち、JGP ファイナルに進出。 全日本フィギュアスケートジュニア選手権で2位となり、初めて出場した世界ジュニア選手権でも5位に入った。前年の活躍を受け、2007から2008シーズンには、日米対抗フィギュアに、ジュニア女子代表として出場。JGP でも2戦続けて3位になり、全日本ジュニア選手権では、初優勝を果たす。全日本選手権では、ショートプログラム6位で、 フリースケーティングの最終グループに入った。しかし世界ジュニア選手権では16位と不調で、翌シーズンもジュニアに残ることを決意する。2008から2009シーズンは全日本ジュニア選手権で23位に沈み、世界ジュニア選手権出場はかなわなかった。2009から2010シーズンは中京大学に進学しシニア転校となったが、 中部フィギュアスケート選手権からの出場となり6位。全日本フィギュアスケート選手権大会23位。日本学生表情競技選手権13位と転校に苦戦する。2010から2011シーズンは中部フィギュアスケート選手権で村上かな子、中村愛ヨに次ぐ3位。全日本フィギュアスケート選手権大会はショートプログラムで27位に終わりフリーに進めず。 国体では、愛知県の代表として、青年女子の部に、鈴木明子と出場し、優勝の鈴木、準優勝の東京都代表、すぐり秋恵に次ぐ、3位で、愛知県の優勝に貢献。2011から2012シーズンは、中部フィギュアスケート選手権を取り消し、西日本学生フィギュアスケート選手権大会は、16位。それ以降はまた大会に出場しておらず、 事実上の引退状態である。ありがとうございます。